メントスコーラを使って消化できますか？これ怖いな。言ってください。はい、皆さんこんにちは。レスキューハウスの時間です。今回ははい、ちょっと今回は、うん、特に何も言わずに殺風景な場所に連れてきたんですけれども、はいはいはい、ちょっとまずは、うん、渡したいものがあるので。何やる？なんでコーラだ？飲んでいいの？まだ飲まないでください。なんなんコーラ？これとセットといえば、うん、これちょ待って待って、これメントスとコーラってメントスコーラやん。絶対やらんです、そんなん。メントスコーラ、うん、プラスこれを。おう、会社のヘルメットな。そうですね。なんなん？ちょ待って、そもそも企画聞く前に、はい、普通にメントスコーラでバーってなんか流行ってるやつ絶対やらん、はい、ただ体調にやってもらうものは、うん、普通のメントスコーラのそういう企画ではないです、うん、おうおう。っていうのも視聴者様からちょっと面白いコメントが来たんですよ、うん、はいはいはい。どんな？メントスコーラを使って消化できますかっていうコメントがあるんです。メントスコーラで消化するの？そうです。火を消化できるかっていうコメントがあります。はい、それをやっていくの？やってもらいます。なるほどね。実際燃やしてるものでメントスコーラで消化するってこと？そうです。じゃあまずやるなら絶対に安全措置は取っときたいから、うん、消火器とか用意してるの？消火器用意してます。おお、前が消火器用意してます。消火器と、うん、まあ、念のためちょっとジャンパーみたいなものを用意してるので、うんうん、まあ、万が一何かあれば、まあ、体調も元消防士っていうのもありますので、うん、消すと。なるほどね。ただ一旦ちょっとメントスコーラでまず消えるのか、これちょっと検証実験したいんですよ、うん、なるほどね。けどこれを通してみんなもなんかやりだしたら危ないやんか。そうですね。そこは注意してほしいかなと思います。わかりました。そうですね、はい、これはちょっと皆さんは、やらないです。今回は隊長は消防士なので、うん、安全のもとやるっていうことなので、まあ、これ本当レスキューハウスでしかできない動画じゃないかなと思うので、うん、やっていきましょう。はい。ほんまにこれやんの？いやー、これ本当消えるんですかね。まあ一応隊長、あの消火器も準備してますので。お、じゃあやってみ、やってみましょう。これ実際ほんまに消えるかどうかっていうのはマジでわからん。ちょっと強くしていきます。強くしていきます。せっかくなんでプシャーッ。ちょっと大きすぎました、うん、めっちゃ燃えると思う。おだんだんやっぱ大きくなってきましたね。じゃあいきますか。オッケー、はい、じゃやってみます。ほんとこれ消えるか。いきます。これ怖いな。行ってください。おお、消えたね。これは直消火、完全に成功。ちょっと決めことがありますか。いやマジかって感じやな。マジで俺これ消火器使おうと思った正直。え、でマジかってことは、まあとりあえず実験は成功。お疲れ様です。はい、意外やったね。そうですね、意外に。やっぱでも結構僕、うん、隊長も言ってたんですけど、消火器使う可能性あるなとかも思ってたんですよ。行けましたね。行けたな。でこれ見てて僕思ったんですけど、はいはいはい、ほんと初期消火、うんうん、最初に火が上がって、うん、消火器使えようっていつも使えようって言ってるじゃないですか。でも家に消火器ってだから使いづらさあると思うんですけど、うん、使いづらさとか一回もほとんど使ったことない人っていっぱいいると思ってて、うん、それを家の中にコーラ
1.5 リットル入れてて、はいはい、メントス台所に置いとけば、はい、いけんじゃないかなとか。ね、それマジでやってたわ。いけ言っていい、はい、いけるわけないやろ、お前。普通に火災考えてみよ、お前。いけるわけないやろ、お前。メントスコーラのメントス開けてやで、はい、コーラの蓋開けてやで、そこで入れた瞬間プシャーって自分にかかってきてやで、降車時間も数秒しかないわけよ。メントスコーラみたいなな動画って今すごい流行ってるからさ、多いですね。それを10代の方、20代の方が、あ、メントスコーラで消化できんねや、一回やろうって1ミリも思わんとってほしい。それはやったからわかる。普通に水をかけんのってさ、圧力足りひんわけやん、ボトボトって、はいはい、でメントスっていう、コーラっていう炭酸の組み合わせで、うん、勝手に放射圧力が設定されたみたいな感じ、はいはいはい、水に、うん、だからそれがメントスコーラの唯一のメリット、うん、なるほど、うん、だからといって初期消化に使っていいかって言ったら1ミリもかかる。なるほど。これが本当に、あ、消えるから、これ本当家庭に置いとけば、うん、パッパッていけんじゃないかなとか思ってます。これ全然違うってことですね。で全く違うし、絶対にやめてほしい。なるほど、わかりました、はい、ってことは検証結果的には、うん、初期消化はできた。初期消化はできた。燃えてるものに対して、ね、がしかし、がしかしやな、絶対に絶対に火災には使わんとってくださいっていうのは伝えたいところかな。なので、コメントくださった方がいてんねんな、はい、今回コメントしていただいたんですよ。でレスキューハウスってすごい今コメント数すごいありますと、うん、そのコメントで僕たちができることっていうのを、視聴者さんがこれやってほしい、これって実際どうなん、これってほんまにこう合ってんのっていういろんな疑問あると思うんです。それが災害でも地震でも台風でもこうやって火災でも交通事故でも水難救助でもいっぱいあると思うんです。それを僕たちができる範囲でできる限り答えていこうと思います、はい、で可能であれば僕の体を通してレスキューハウスを通して社会実験もどんどんやっていこうと思うんで、何か少しでも疑問にあったら自分でやるんじゃなくて僕たちに連絡くださいというところが最後お伝えしたいポイントかな。なるほど。ただお前からこんな企画上がってくるなんか思わんかったし、初期消化できるんですかってこれ海外であったらしいね。そうなんですよ、これ海外で、うん、実際にやってる動画とかもあって、それが多分視聴者さん見てできるんですか、うん、みたいなコメントやね。多分そうですね、意図を聞いてると。じゃあ最後皆さんに、はい、こういった社会実験が終わったから消火器の取り扱い方法だけもう一回だけおさらいしていい、はいはい、消火器の使い方っていうのは大体ピンポンパンって言葉だよね、はい、簡単におさらいするって、ね、でピンを抜いて、ピンを抜いてね、安全ピン、この黄色の安全ピンを抜く、はい、でポンポン、はい、でパンで握る、うん、じゃあ出ますよ、うん、でこの出る放射時間っていうのが大体10秒から15秒程度、これは消火器によって種類が違うから消火器のこういった表記っていうのを見ておいてください、うん、で大体これ女性やったら両手で持たなあかんな、子供やったら両手で持たなあかんなっていうぐらいのところ、うん、で屋外で今回使うことがあったとしたら風上から使う、はい、風上やで、風下やったらこれ粉末消火器やから自分に粉末変えていくんです。じゃあ自分の視界が悪くなる、じゃあ自分が逃げないとあかん時に視界が悪くなって逃げられなくなって、今風下やんか、風こう吹いてるやん、はい、こうやって使います、自分に返ってくる、俺が逃げようとします、ここ落ちてしまう、はい、こういった事故に発生しやすいから消火器の取り扱い要領と消火器っていうのはどういうもんなのかっていうのを再確認しておいてください。じゃあ今回の動画が参考になったっていう方はいいねやコメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。助かる命を助けるために、これからの情報社会において生きるも死ぬも簡単に選べる時代になりました。先輩消防士のお話、よし。ポンプとアンビュランス。初めての災害現場。